その地位関係性を明用した性犯罪の法律が必要だという話がありましたが例えば、こんな例があるんですねちょっとそれとは直接は関係ないんですが例えばアメリカのインテルとかの企業ではですね上司と部下の恋愛をもう禁じる規則なんかを例えば作っているとどうしても上司と部下が恋愛をすると見極めというかその力関係がはっきりしてますからそこの見極めがつかなくなって。 いうことなのかなと思うんですが、そういうルールっていうのは、まあ、そうなると恋愛の自由ってどうなるんだろうと思ったりもしますけど。そこどう思われますか。まあ、私が聞く話では、はい、特にヨーロッパとかでは、まず、社内の人って恋愛しませんね。 もうそのルールー関係なく、ええ、あの私が知り合いから聞いた話では、はい、やはりそのそういうそののううい社内の人と恋愛するっていうのはトイレでご飯を食べるようなものですよというふうにううトイレでご飯を食べるつまり、うんえー、と本当にそういうことが、まあ、あんまり認められないっていう仕事は仕事プライベートはプライベート。うん、なるほどでもやはりその 上司で優越的な地位にいてそのことを強制しているのか、まあ、それとも本当に好きなのかというのは非常に認めがたいところがあるというのとあと、やはりですね、うん、本当に真摯な人だったらばあのその人が、えー、と移動するとか自分の部下でなくなるとかそういうのを待ってからアプローチしてもいいいんんじゃないかと思うでですよね,、うん、ねでもそれ直接の部下なのか直接じゃなくても力関係は別の部署でも当然起きるかもしれないですね上と下であればね。うん うん、まあそういうやめてからアプローチしたという人も知っています <laughs> そうですか杉田さんどうですか、はい、こういうルールっていうのはあのひょっとして必要性があったんじゃないかと逆に思いましたね。でしかもこういう関係を利用して地位が上がっていった男女がいるということでそこであとで,で問題例えばその,その関係で逆に被害じゃなくてそ利用して利用して上がっていた人がいてそれに対して 関係性がおかしいという形で社内の雰囲気がおかしくなったという噂を聞いたことがありますので<ー>だからこそこの禁止を言わないといけなくなってしまったのかなっていうついつい余計な,な想像してしまいましたつまり両方の面が例えば部下だったら逆らえないから上司に そのある種の無理やり何かが起こるんじゃないだろうかということと逆に部下がそれを利用して何かのし上がろうとするみたいなこともそれなと。は今や上司が女性の場合もありますしまあ男性上司の場合もありますがそういう形でのし上がっていったということは許せないんじゃないかとそういうことをそもそもやめましょうというふうにしたのかなと私はそういう話も聞いたことがあります。 扱っていたそういう文化も関係しているのではないかと思うんですよ、ね、なるほど。うん、それは男社会の中で女子の部、うん、女性の部下を仕事のあのというよりはまあいい嫁さんいないかなと思えるあ昔はそんな時代だったの残りじゃないかとは、ねえー、今はね日本のそ,うです、ね、そのためにあの女性を早く結婚してねことを期待しちってやってたんじゃないですかね以前はですねはい。